お、行くのかよ。俺の目が届かないと思って、羽目外すんじゃねえぞ。猫は双葉と面倒を見といてやる。一つ貸しだな。帰ったら仕事の続きだぞ。浮かれやがって。ねえ、もう向こうまで6時間以上かかるし、飛行機で寝たら？どうする？そろそろ搭乗手続きだよ。時間通り飛びそうだね。よかった。アメリカ行きのって遅れとか欠航とか多い気がするし。リュウジいなくない？ああで、でからダッシュかよ。こんな時まで遅刻？荷物それだけ？たかが4泊だろ、十分じゃね？それまあね。そろそろ搭乗ゲートに集まれって。出国前の記念写真とか撮っちゃわない？おお、いいね。頼むな、カメラマン。そしたら私も。ほら、まことも。はいはい。ほら早く見して見して。は？本当だ。双葉、なんでわかるの？ことしてくるな。敵じゃなくて本当に良かったわね。アイスコーヒー一つお願いします。かしこまりました。着いた。この匂い、ハワイって感じ。はい、アロハ。あちらのバスに乗ってね。やべえ、日本語うめえ。わあ、見えた。ダイヤモンドなんとか。てか
海青すぎだろ。の匂い？つうか空港から思ってたけど、この匂い何？カーペットクリーナーの残りがらしい。ココナッツフレーバーなんだってさ。それに冷用のプルメリアの匂いがさらに南国っぽさを出してるってとこかな。雑学効果てめえは。下調べはちゃんとするタイプなんだ。じゃあ安くてうまい店教えてくれ。部屋割り決めてからにしなさいよ。鍵もらわないと外行けないっしょ。俺こいつとな。坂本くんは他の組でしょ。ダメなの？天候がややこしいから。あんたはぶられてるもんね。同じ部屋でいいって人あんまいないんじゃない？うっせえ、浮いてんのはお互い様だろ。高牧さん、部屋割り決めた？まだだけど。だったら私とどう？よかったらなんだけど、自由行動一緒に回らない？うちらみんな初海外でさ、英語わかる子が一緒だと心強いなって。あ、うん、もちろん。じゃ、またね。なんでもいいから早く決めて。だったら部屋割り俺でいいかな。お前そうなの？何の話だ。もう面倒だから君、三島君とで決定。とにかくバカな真似やめてね。ここは日本じゃないんだから。ここがワイキキか。さすがに人いっぱいだな。つかホテルとか高い建物多くね。綺麗すぎて人工的なリゾートって感じ。でも海はさすがに透き通ってるね。ヤシの木もいかにも南国じゃない？アンもなかなかだと思ってたけど、やっぱ外国人と比べるとあれだな。じゃあみんな、お前もそう思わね？やっぱ外国人はボリューム違うわって。だな。それよりほらあれ、ダイヤモンドヘッドじゃない？おお、バスからも見えてたな。でもなんでダイヤモンド？名産地？ネットに出てんじゃない？お、出た。昔の人が火山岩を誤解した？なんだそりゃ。ついでにワイキキのおすすめスポット調べてみよう。あ、私パンケーキ食べたかったんだ。景色のいい場所は載ってないかな。じゃあ俺らは安くて評判のいい店調べようぜ。ねえ、球体いじって喋って、これじゃ日本と変わらないわね。こっちでも携帯ありゃ日本のニュースも逐一見れるし、なんつうか思ってた感じと違うっつうか。もっとハワイらしいことしようよ。ハワイらしいって何？フラダンス？やんねえし。ようやく一息つけるね。あ、そういえばカイちゃんのランキング、投票が始まったのって知ってるよね？
盛り上がってるよね。サイト作った本人でもびっくりしてるんだ。こんなすごいことに参加できるなんて。怪盗団を応援してて本当よかった。それとは対照的に明智いるじゃない。怪盗団反対派の探偵。まあイケメンのメジエド退治で人気も地に落ちたよ。公式ブログも炎上してるらしいし、正義のヒーローを気取ってたくせに怪盗団の正義を見抜けなかった罰だよね。ぶっちゃけ旅行どころじゃないよ。怪盗団のことが気になりすぎてさ、そう思わない？ほんと冷静だよね。こんなすごいことめったに起きないよ。まあでも確かにちょっと疲れてきたかも。寝よっか。それじゃあおやすみ。日本人ばっか。もっとさ、常夏のアルヘみたいなさ、そういう雰囲気だと思ってたのに。雰囲気楽しむのにもお金がいるしね。学生だと見て回るくらいしかない感じ。結局今時はどこに行っても同じってことなのかしら。まこと、テンション低くね？タクシーのおじさんに30分も愚痴聞かされちゃったの。まさか海外に来てまで愚痴の聞き役になるとは思わなかったわ。災難だったね。せっかくのハワイなんだしよ、もっといろいろやらせてくれてもいいよな。学校で計画してくれねえの？ダイビングとかやりて。旅行プランを練るための時間が足りなかったみたいね。引率の一部を生徒にやらせようっていうくらいだもの。そういやお前って結局三島と同室？どうだった？なんかあった？こっちに来てまで？かいちゃんなあ。そういやたまに怪盗って聞こえてくんな。私たちのことなのかしら。そうかもな。世界デビューじゃねえか。あ、こんなこと話してたら日本に帰りたくなってきた。落ち着きなさすぎ。今くらい忘れましょうよ。俺らの夜直しを待ってる奴らがいるんだぞ。のんきに旅行なんてしてられっか。ゆうすけもそう思わん。はぁ？海外も新鮮な刺激があっていい経験になる。俺はもう少しいたい。なんでいんの？ロスじゃなかった？ひどい嵐が来ているとかでアメリカ本土に着陸できなくなったんだ。天候が落ち着く見込みが立たないらしく、行き先が急遽ハワイへ変更になった。雨男かよ。もしかして花火大会の時も？こっちに嵐連れてこないでよ。努力する。あ、そういえばこの後自由時間でしょ。みんなどうするの？そうだな。あ、土産買ってねえな。お袋に頼まれてんだった。忘れてた。双葉たちに買っていかなきゃ。俺も買い物に行きたいと思っていた。じゃあ決まりね。モルガナって何を喜ぶのかしら。このメンツまんま日本じゃねえか。ハワイにもビッグバンバーガーあるんだね。謎に大人気だな。日本でも流行ってるよな最近。この前ニュースでファーストフードのシェアトップに奥村フーズが踊り出たって。ああ、奥村フーズの系列だったな。ビッグバンバーガー。奥村、それってあれじゃね？カイちゃんのランキングにいたやつ。それ本当？いやマジだって、そういうの俺間違えねえし。だろ？どうかしたか？あ、ううん、奥村フーズとランキングのことでちょっと競合他社が都合よく撤退とか。
ぱりやめましょう。考えすぎね。お姉ちゃんの癖が映っちゃったかな。あ、じゃあさ、写真でも撮ろうぜ。旅の思い出にさ。いいね。いいの？ありがとう。美しい構図で頼むぞ。細かいこといいから。頼むわ。自由時間まだ大丈夫だよね。次どこ行く？ビーチの脇にコンビニあっただろ。あそこ行かね。賛成だ。少し休みたいしな。じゃあ行きましょう。こっちに売ってるもんって味濃そうじゃね。つか色も濃いけど。確かにそうかも。あ、日焼け止め忘れちゃった。私コンビニ戻って買ってくる。あ、じゃあ私も付き合うよ。女性陣待ちだな。暇だな。そういやさ、結局こっちで噂になってる怪盗って俺らのことなんかな。それがマジだったらすごくね。やばくね。うん、そんな噂があるのか。ならちょうどいいじゃないか。せっかく現地にいるんだ。噂の真偽を直接確かめられるぞ。お、それいいな。あ、じゃあ二人が戻ってくるまでこの辺で聞き込みしようぜ。感じるぞ。可愛くね。あの子にも話聞いてみようぜ。あ、自由時間そろそろ終わりだよ。そうだよ、そっちの金髪の彼、行きの飛行機の中で騒いでたよね。あ、花壇のとこで見た子。ごめんね、驚かせちゃって。私、引率の3年気晴らしで引き受けたんだけどね。自由時間持て余しちゃって。お待たせ。そろそろ行こうかな。じゃあ今話してたのって誰か知り合いだったの？いや、たまたまだ。囚人の3年ということは誠の同級生か。うん、ほとんど話したことないけどね。自由時間終わりだね。ホテルに戻りましょう。
何やってんだろう私。浮かれちゃってバカみたい。でもまあせっかくの旅行なんだし。あの先生、この後の予定ですけど。うわあ！何かまずかったですか？別に。どうしたの？出てきた。芋づる式。何が出てきたんだ。まだ途中、秘密。我が輩抜きでも全然問題ねえな。うっはあ、ごっそり。メメントスで足代わりになれるだけ。単なる役立たず。猫、もごもごうっさい。用があるなら言え。別にねえよ。何言ってたんだ。話せ。うん、手触りがいい。よくない。滑らかすべすべ。人間のものとは思えない。何遍も言わせんな。我が輩は人間。それって思い込みじゃないの。私もお母さんのことずっと間違って思い込んでた。一緒にすんなっての。我が輩のことは我が輩が一番理解してる。それもそっか。また書き込み増えてる。あ、すごい。奥村フーズって会社の社長、ランキング急上昇だ。いやいや、この流れは見逃せないでしょう。奥村フーズってさ、ブラック企業って噂があるんだよ。従業員を安くこき使ってさ、人件費を削って出店数を増やしてるとかさ。ウィース、なんで来てんの。聞いてくれよ。相部屋のやつが彼女連れてきやがって。気まずすぎんじゃん。俺今日ここで寝るわ。ベッド2つなのに。はい。高巻、同じ部屋の子、速攻彼氏のとこ行っちゃって。わかる。鍵持ってっちゃってんだよ。外出たらオートロックかかっちゃってさ、部屋入れないし。こんなとこでもネットか。メジエドの一件で海外からのアクセスもすごくてさ。やばくない？怪盗団ついに世界進出とか。海外からの依頼とかどうする？私たちに聞かれてもねえ。メジエドをやったんだ。次はどんな悪人を成敗するんだろう。日本どころか世界中が怪盗団の次の一手を気にしてるよ。そういや今何時？結構疲れたよな。あ、時差ボケってやつ。他に行くとこないし面倒だから今日ここで寝る。え、ちょ、まずくね。大丈夫、信じてるから。そうきたか。ベッドあと一つ。ソファーを入れても一人は床だよな。どうする？トランプあんじゃん。これどうよ。やったー、ハワイまで来て床。なあ、三島は？トイレ。長くね？修学旅行か。志保、楽しみにしてたな。お前ごめん、
なんか暗くなっちゃって。でもあれからもう半年近く経つんだっけ。なんか不思議だね。学校の騒がせ者が今や世界だぜ。信じらんねえよな。でもさ、私たちまだあんまお互いのことを知らないと思わない？ほら、例えばどういう子が好みとか。リュウジ、ぶっちゃけどうなの？俺？そうだな。やっぱ性格だろ。おしとやかで優しい子なら誰でも。じゃあ同じぐらい性格のいい子が2人同時に告白してきたらどうする？同じぐらい優しいんだろ。じゃあスタイルのいい方。要はスタイルが第一ね。え、先に答えたのは建前でしょ。本音は二言目。リュウジってやっぱそういうやつ。今のズリ。君はどう？ぶっちゃけどういう子がタイプ？まさかあいつ？つか、俺たち答えたんだし、当然お前も言うんだよな。で、お前の好みのタイプって。誰が？で、お前の好みのタイプって。大丈夫かな？そういや、さっきあいつ水道水直に飲んでたよな。外国でやっちゃいけないことベスト3だろそれ。いえ、賢明なご判断だと思いますよ。三流週刊誌の記事とはいえ、いらぬ情報を漏らしてしまったわけですし、それに怪盗団の調査、あれから進展する気配もありませんし。ええ、見限られた手合いがやけになって裏切る可能性は十分かと。では心臓麻痺ということにでも。いつも通り処理を任せ。ほう、それは考えもしませんでした。さすがは先生。身内を一人切るのも二人切るのももはや変わりありませんよ。この旅行ももうすぐ終わりだね。明日の夜にはもう帰りの飛行機の中でしょ。くそ、こんなはずじゃなかったのに。あ、日本みたいな街回って、しかもビッグバンバーガーって日本かよ。そんなこと言われても、そういう旅行だろ。恋人とイチャついてるやつらもいたんだろ。まあいたんじゃない？それだよ！足りなかったのは午後からの自由時間。行くしかねえ。どこに？思い出作りだ。ハワイといえば海。旅の恥はかき捨てだろ。昼に連絡先聞き出して夜に抜け出す。どういう？俺もバレて困る相手いねえだろ、お互いに。まあそうだけどさ。済ました顔してっけど、もちろんお前も。お、今のチャット誰から？あ、いや答えなくていい。大事な連絡かもしれねえしな。おい三島、行くぞ。ちょ、今のどういう流れ？坂本と二人きり？なんだよその嫌そうな顔は。まずはワイキキ縦断するぞ。マジかよ。
こっちでもお会いできるなんて嬉しいです。変ですか？着替えてきた方が。ありがとうございます。少し歩きませんか？あれエビですよね。エビって長寿の象徴ですし、食べてみましょうか。そんな意地悪言わないでください。お兄ちゃんたち日本人？はい。怪盗団でしょ、心を盗んじゃうの。怪盗団ご存知なんですか？ニュースで見たよ。日本で流行ってるって。もし怪盗団に会ったらよろしく言っといて、みんながエビ好きになるように改心させてねって。結構刺激的ですね。綺麗ですね。いつも盤面ばかり見ているせいか、なんか新鮮です。帰ったらいい手思いつきそうです。私といて退屈じゃありませんでした？もう少し気の利いたこと言えればもっと素敵な時間になったのに。いてくれると嬉しいです。学校一緒だったらな。入れてしまいます。戻らないといけませんね。はい。今日は坂本に付き合わされて散々だったよ。これさ、イベントのたびに坂本とセットって定番になっちゃいそうじゃない？ありがとう。確かに俺も断りきれてないし。坂本さ、一緒にいると楽しいんだけどペースが違いすぎるんだよな。これはもう彼女作るしか。まあいいや、明日は早いしそろそろ寝よう。おい、
おい、すみません。大丈夫。そうだね。
修学旅行もついに終わりね。まさか二度行くことになるとは思わなかった。外国来たって感じあんましなかったけどな。ゆうすけまで来たしね。嵐までこっちに来なかったのは幸いだ。まあ写真を撮ったり楽しいこともそこそこあったわね。本当に嵐が来なくてよかった。あれは良くない。ところでお前、昨日の夜どこにいたんだ？抜け駆けとかはねえよな。てめえ、マジか？いや、それ以上はいい。へこむかもだし。はいはい、そこまで。なんかあっという間だったね。帰りたいような、帰りたくないような。なあ、帰る前にみんなで土産買いに行かね？賛成。俺も行こう。金はないが。ちゃんと日本まで帰れるわよね。モルガナとフタバ、何喜ぶかな？定番はチョコレートとかだけど、あ、モルガナはダメか、チョコ。でも本人が猫じゃないって言ってるし、大丈夫なのかな。どうせなら嬉し泣きさせるくらいいい感じの土産にしたいよな。手分けして探してみるか。見て、コーヒーが入ったバター、美味しいのかな。こっちはアサイーのパウダーだって。こういうとこってさ、いつまででも入れる気しない？わかる。せっかくハワイまで来てるんだ、味よりもインパクト重視がいいと思う。お、いいこと言うな。そしたら自分じゃ多分買わねえけど、もらったら嬉しい感じなやつ探そう。いいの見つかんねえな。つか、フタバとモルガナだからな。喜ばすハードル高えよ。ユウスケ、なんかあった？3分、測れる砂時計だ。なんで？フタバはカップ焼きそばが好物だからな。自分で買わずにもらったら嬉しい。見事に要件を満たしているじゃないか。それ日本でも買えるぞ。あ、やべ、もう時間ねえよ。じゃあ俺とユースケは双葉のやつ探すから、お前はモルガナのやつ頼む。こんにちは。わあ、やっぱりハワイといえばそれですね。アロハ。あれ、あの子は。何かいいの見つかった？あの子。あ、お邪魔してすみません。はじめまして、私1年の吉沢です。あ、新体操の。はい、新体操やってます。次の大会に向けたクラブの合宿に来ていて、たまたま先輩をお見かけしたので。こないだ大会が終わったばかりなのに、もう次の大会？頑張ってるのね。結果を出さなきゃいけませんから、こっちに有名なコーチの方がいて、しごいてもらってるんです。毎日泣かされてますよ。南国にまで来て鍛錬するその姿勢、見習いたいと思う。だな。私たち応援してるからね。練習頑張って。はい、ありがとうございます。今日は泣かずに済むかもしれません。ま、泣いたっていい気がするけどな。涙の数だけ強くなるってやつで。そういや、時間ねえんだった。じゃあめぼしいものレジ持ってくわ。ああ、私も。吉沢さん、またね。はい、お疲れ様です。楽しい方たちですね。
個性的ってことですね。私今度こそ勝ちます。実力を証明してみせます。前回の失敗を踏まえてこれも買っておきました。ハワイに有名な日本の神社の分院がありまして、さっき買ってきたんです。大きな大会の前はいつもお守りを買ってたんです。妹がこういうジンクスにこだわってて。けど前の大会の時は買うのを忘れてしまって。でももう大丈夫です。これできっと。そろそろ行かないと。私も家族へのお土産買いに来たんでした。すみません引き止めてしまって。それではまた。ようお帰り。ちょっと焼けたか。どうだったハワイ。海外に行って普通ってどうなの。お前らが遊んでる間に厄介なことになってるぜ。意外な売れ筋の商品がマスクや予告状カードらしいんだって。こちら、グッズを取り扱っているお店の収益をグラフ化したものです。去年の倍。これはもう怪盗特需だよね。こんなの売ってたんだ。うちでもやってみる？怪盗グッズ。凍らせてみるか。怪盗だけに怪盗なんつって、やんねえからな。巷のこの現象を出演者の皆さんはどのように捉えているのでしょうか。明智君どうかな。そうですね。でーと、アンチ怪盗の探偵出現して自爆しろ。彼らにはいわゆる義賊っぽさ、それを感じるんです。大衆が無言のうちに感じた鬱憤を彼らが巧みに汲み取って晴らしている。それが人気の秘訣なんじゃないかと。意外だね。前と言ってることが変わったけど。危険な存在であることは変わりありません。でも、いや、これ以上言うと。いいよ、言っちゃおうよ。ダメですって。乗せられませんよ。前の炎上で懲りてるんで。泥棒が警察や政治家を押しのけて大人気か。世も末だな。失礼。何怒ってんだよ。ちょっと便所。客来たらよろしくな。解析終わってる。例のデータこれから集まる。時差ボケかよ。なら明日。
Please don't take off my mask.
おかえり。旅行帰ってきた日なのに感心ね。お土産買ってきたよ。囚人学園の校長が亡くなったわ。え？道路横断中に立ち止まって大型車両と衝突、外傷性ショック死、自殺の線が濃厚らしいけど。自殺？校長先生が？でもこれから自殺しようって人間が警察署に向かうかしら。しかもタクシー使って。事件ってこと？心境の変化にしても不自然よ。改心としか思えない。怪盗団に狙われたっていうの？そんなはずない。どうして言い切れるの？だってこれまでのケースからしたら、改心させるのは自白させるためでしょ。行動が矛盾してるっていうか。最近校長に変わった様子は？ちょっとわかんない。生徒とあまり接点ない人だから。そう、修学旅行中何かあったのかしら。あ、ごめん、お勉強中だったよね。邪魔したわ。誠。ん？いや、何でもない。変なことに巻き込まれちゃダメよ。まずいよ、みんなにも話しておかないと。これ例のあれでしょ、校長の。これより緊急朝礼を始めます。すでに知っている方も多いと思いますが、昨日校長先生がお亡くなりになりました。自殺って本当なのかな。警察署の真ん前だったんでしょ。私ちょうど近く歩いてたと思う。鴨志田元教諭の事件後、校長先生は学校に平穏が戻るよう尽力されておいででした。皆さんが変わらぬ学園生活を送れるようにという校長先生の愛情であり。いや、愛情とかちげえだろ、隠蔽だろ、みんな言ってるっつうの。もしかして自殺じゃなくて例の怪盗に成敗されたとか。怪盗？あいつらって殺しやるの？でも鴨志田の時って死んで詫びますだったし。だったらすごいね。
ま、どの道自業自得だけど。ちげえよ、校長には何もしてねえ。やっぱりこれ私らの。私が言いたいことは、亡き校長のご意志に報い、皆さんには我が校の生徒として一層の。痕跡には気づいていた。本当に私のノートからデータを抜いたってこと。こればかりはどう考えても一味の中に誠がいないと不可能。いや、でもそんなバカな真似。それに囚人の校長の件に一切関わっていないという話は本当なの？でも確かに今さら学校関係者を狙い直して命まで奪うというのは不自然ね。全てを信じる気なんてさらさらないわ。でもどうやら君は保身で嘘をつく人種とは違う。認めるべきところは認めるわ。その方が合理的だと思うだけよ。いいわ、そろそろ本題に移りましょう。私の捜査情報を見たなら、あなたは奥村に私と同じ疑いを持ったはず。しかもパレスを覗いたなら、その答えも見たはずよ。教えて、怪盗団は奥村に何をして何を知ったの？なぜああいう結果になったの？聞かせてもらうわよ。お姉ちゃんのデータの話の前に、校長先生の件だけど。もうネットで話題になってる。怪盗団の仕業とかには今んとこなってねえけど。週刊誌で鴨志田事件の隠蔽が抜かれたろ。あれを苦にした自殺と思われてるようだ。もしかして校長の自殺って私たちにも責任ある？どういうことだよ。私たちが鴨志田を改心させなかったら起こらなかったことなんじゃ。やんなきゃ、やられっぱなしだっただろ。ネットは死んで当然って意見多い。隠蔽するのは悪って。コメントも似た空気だな。怪盗団だけが俺たちの味方だ。警察も政治家も一度みんな怪盗団にやられればいいのに。ニュースもだけど、怪盗団のグッズとかまであるんでしょ？こんな騒ぎ想像してなかった。社会の真っ当な大人より正体不明の怪盗の方がよほど信じられるって論調だな。個人の罪どころか社会問題まで怪盗に解決させようとしている。ちょっと怖い。私たちが知ってること本当に正しいのかな？実際隠蔽はやってたわけだろ。要は自業自得じゃねえか。それは。おいおい、本題に戻れよ。新島のデータの話だろ。おいなり言ったのは。なぜ俺なんだ。新島検事はまず一連の連続事件のうち、明らかに事故や病気でない不審なものを抜き出している。それらに共通点がないかを探っていたらしい。憶測の部分もあるようだが、過半数の事件で大きな利益を得る立場にあった存在を特定している。株式会社奥村フーズおよび
その代表取締役社長奥村邦和だ。奥村、なんかどっかでビッグバンバーガーだ。ビッグバンバーガー、マジかよ。言われてみればここ何年かだよね、ビッグバンバーガーが有名になったの。ハワイにまで支店あったし。競合他社に不祥事やら役員の退任やら七夕が不自然に多いとここにも書いてあるみたいね。事件か事故かもわからん話なのに特定の社長ばっかり得してるなんて怪しすぎんだろ。そいつが故意に起こしてる事件って考えた方が自然だ。それはわかるけど。根拠ならまだある。でかいのがな。双葉、あの話してやれよ。もう奥村の名前ナビに入れてみたし、こいつにはパレスがある。ならもう次のターゲット確定じゃん。そういうことだ。奥村はランキングの上位だしな。待て、悪人だと決まったわけじゃない。迂闊に飛び込むと、それにこの世間のブーム、正直君が悪い。うん、なんか今の盛り上がり普通じゃないよ。少し落ち着いてからの方が。あんまでなんだよ、期待の声を裏切っちまうつもりかよ。え、いや、マジかよ。今日は全会一致は無理そうだな。やれやれ、お前らまとまりなさすぎだぜ。尻込みか、見てらんねえよ。リュウジだって理屈で言い返されたらすぐに黙っちまうし、しょうもないぜ。あ？まあリュウジだしな。最近じゃ怪盗人気でモテたいとかしか言ってねえし、人気で浮かれるのも結構だが、独りよがりはいただけないな。てめえこそ自分の目的で動いてんだろう。姿が変わっちまっただけで我が輩は立派な人間だ。少なくともお前みたいな煩悩丸出しのパツキンモンキーよりはな。てめえ、いいだろう。奥村なんて小物、我が輩一人で十分だ。残念だったな、廃人化の謎を解く手柄は我が輩のものになりそうだぜ。実際お前より役に立ってたじゃねえか。おい、引き捨てならないぞ。どっちが役立たずか思い知らせてやる。おお、見せてもらおうじゃねえか。リュウジ、やめなって。どうやらここに我が輩の居場所はなさそうだ。なら今日限りでお別れだ。待ってよ。じゃあな。どうせすぐ戻ってくんだろ。くそ。我が輩は人間だ。我が輩一人だってやれる。前までずっと一人だったじゃないか。まずは奥村をやらないとな。あいつらより先に。今の猫ちゃん。面白くないわね。大衆は怪盗団は正義で一色、例の校長の死にも無関心。面白くないのは僕もです。テレビであんな発言をしたせいでソースかんだ。ま、批判くらいで折れる気はないですけど。こっちだってやられっぱなしじゃない。先月のハッカーの件で持った疑惑が囚人の校長の死で確信に変わったわ。最近の廃人化や精神暴走の件、怪盗団の仕業よ。根拠は奥村フーズですか？調べてましたよね。
最近奥村の周りで廃人化の事例が多発してるらしいの。奥村と怪盗団との間に接点があれば会ってくれないと困るけどね。見切り発車ってことですか？憶測だけで言ったんですか？真剣の資格停止なんて、通い詰めてるお店のマスターによくそんなこと。事件を解決するためよ。特捜部長の後ろ盾があるからって最近ちょっと強引ですよ、紗英さん。警察からすればほとんど縄張り荒らしだ。後で痛い目見ても知りませんよ。それ上からも言われたわ。まずは怪盗団の手口です。それがわからないと警察も動けませんしね。こんな特別な相手に規則通りの捜査じゃ尻尾なんてつかめない。こだわる必要あるの？規則を無視して世直しですか？それ怪盗団と同じですよ。精神暴走事件の犯人を捕らえる、その気持ちは同じなんですけどね。我が輩としたことが。始末する。落ち着よ。猫一匹かまっている時間などない。やっぱり一人じゃ無理なのか。ひどい。なんだ、よく見えねえ。誰と主。ねえ、モルガナ見た？行きたいけど、心配しすぎかな。ご飯になったら帰ってくるって思ってたのに。あ、みんなのとこ行ってないかな。ちょっと冷たくない？まあいいや、いってらっしゃい。やっぱ怪盗しかねえよ。困りましたね。
気に分かりますか？違います。帰ってこない。腹減ったら帰ってくるよ。続きましてニュースです。本日未明、奥村フーズ本社ビルの窓ガラスが多数割られているのが発見され、他にも奥村氏の銅像が倒されるなど多くの被害が。誰かに恨まれでもしたかね。侵入者の形跡がなかったことから犯人の特定は困難が予想されます。Where have I been? I'm a
目が離せないね。すっげーウケる。ありえねえだろ。でかっ。普通に大企業の本社ビルだからな。むしろ現実からの侵入のが無理。こんなののパレスに行ったってのモナのやつ。これまでとはなんか格が違うね。奥村、ネットで見たけどよ、ありゃやってるね。お前も奥村黒だと思わね。絶対当たってるからな。本題はモナ。わってるよ。例の廃人事件の証拠もバッチリ聞き出さねえと。確か双葉、パレスのキーワードを調べてくれてたよね。本社ビルが宇宙だ。あ、なんだそりゃ。ああ、それでビッグバンバーガーね。ビッグバンって宇宙語だしね。いや、宇宙語ではないけどね。あの出店コンセプト、社長のイメージから来てたわけね。宇宙か、高ぶるな。入ったらいきなり空気ねえとか勘弁してくれよ。いい？起動するわよ。のこともあったからね。奥村社長が警戒してるのよ。あの野郎、手間かけさせやがって。うお、まるで映画の中だな。スケッチブック持ってくればよかった。なあ、
よし、行くぞ。ジョーカー、嫌がんな。ビッグバンバーガーのロゴついてる。なんか言ってる。シフトは厳守、嫌ならやめろ、ただし手当なし。なんだそれ。あ、廃棄だって。あれも奥村の認知なんだよな。だとすると、あのロボットは。憶測も入ってるけど、あれ多分社長から見た奥村フーズの従業員だよ。従業員がロボットってこと？あの扱い、現実でもあれならブラック企業だな。な、奥村ってクソだろ。言った通りだぜ。本題はモナ。この辺にはいないみたいだし、奥を探そう。クソ。
かな。この見た目じゃ力づくは無理でしょう。今回は早々に足止めを食ったな。これはまた本人の認知を操作する流れか。でもモナだって先へ進めてないはずよね。ならパレスにいるとしてもここより手前にいるはず。お待ちなさい、あなたたち。誰だよ。あの服、まさか私たちと同じ黒い仮面。まさかマダラメや金城が言い残した。じゃあこいつが廃人化の犯人ってか。女だったのかよ。俺たちをつけてたのはお前か。なんとか言えっての。はっはっはっは。お前ら勘違いもほどほどにしろよ。モナ、無事だったのね。ご無沙汰だな、パンサー。ご無沙汰ってほどでもなくね。お宝を狙ってきたのなら尻尾を巻いて帰った方がいい。いや、お前を探しに来たんだが。お宝は我が輩とこの…この美少女怪盗がもらうからだ。美少女怪盗？ペルソナだって使えんだからな。美少女怪盗と申します。自分で言っちゃったよ。緊張感に欠けるな。お宝は私たちがいただきます。それモナが言った。あなたたちは怪盗失格です。いいですか、立派な怪盗とは。言ってやれ。あなたどう考えてるんです。その通り。無駄話はおやめなさい。そっちが降ってきたんじゃ。モナ、何なんだよこいつ。今ちゃんとするから。あなた。俺？少しは場の空気を読みなさい。え？あなたは柄が悪くて頭も悪い。はあ？あなたは、何でしたっけ。わざわざこんなこと言うためにここに。なんつうか、あいつ安全なやつっぽくね。お宝は私たちがいただきます。それさっき言った。お前らとおしゃべりしてる暇はねえんだよ。やめとけよ、それあかねえ。我が輩たちをなめんなよ。後ろ。来るぞ。ひょどってんじゃねえよ、逃げんだよ。後でいつもの場所に。
お疲れ。なかなか厳しかったな。この疲労感、初めてペルソナに目覚めた時以来だ。さっきから何見てるの？ああ、ごめん。待ってる間、時間もったいなかったから。奥村フーズのエントランス嵐がまたニュースになってる。だあ、くそ！なんで俺ばっか追ってくんだ！美少女怪盗様がドア開けっから。あのドア、多分生体認証式だったのに、どうやって。あの子、何なんだろうね。ペルソナ使いって言ってたよな。本当なのか。見た目それっぽかったけど。オナ、裏切ったの？そうだよね。裏切ってはいないと思う。もしそうなら、正体をバラすとか直接的な脅しをかけてきてもおかしくないし。つうか、モルガナとあの怪盗女はそもそもどういう関係なんだ？声質や体のフォルムから言って、俺たちの同い年くらいに見えたな。私、どこかで見たことある気がする。マジ？どこの誰だよ？学校だったかな。学校？そういや、なんか俺もどっかで。囚人の生徒なのか？そんな気がするだけ。仮面かぶってたしね。生徒会室に全校生徒の写真名簿があるの。明日片っ端から調べよ。美少女怪盗のことが分かればモルガナに接触できるかもしれないし。じゃあ俺たちは奥村フーズのことでも探るか。廃人化との関係を調べた方がいいからな。吊るし上げてやる。
そうそう。この子、美少女だぜ。けど年下か。リュウジ、嘘、これ同い年？お父さんの友達に似てる。真面目にやれ。少し休憩しましょうか。女子生徒だけでも何百人だもんね。集中力も切れるよ。なんかみんな同じ顔に見えてきた。見つけられんのかな。わかる。ん？この子、奥村春。奥村？美少女怪盗もこんなじゃなかった？特にこのゆるふわな髪。奥村だ。生体認証式のドアを難なく開けたこととも符合するわね。調べてみてもいいかも。でもなんでパレスにいたんだろう。なの、本人に吐かせりゃいいじゃん。今日はもう帰ってるかもしれないから、また明日にしましょう。私戸締まりしていくから。それじゃあ明日ね。
じゃあ私の方がお姉さんだ。どっかで会ったこと。あ、自己紹介してないね。私奥村春さんよね。奥村フーズ代表取締役社長、奥村邦和の一人娘。どうしてその父親のパレスにいたのか説明してもらえるかしら。そうか、やっぱりそうだったんだ。すごいな、一日でバレちゃった。あの世紀末な格好すごく似合ってたよ。その話はやめておきましょう。なんで怪盗に？お父様は経営者として評価されてるけど、私いろいろ疑問があって実際大変なことになっちゃったし、だから自己満足かもしれないけど私なりの償い。でもこんなの逃げかな。モルガナとはどこで？それは本当に偶然、会社のビルの前で寂しそうな猫を見つけたの。それがモルガナ？追いかけてったら異世界に入っちゃって、お父様の会社を私が変えることはできないけど、怪盗になればお父様を変えることはできると思って。私たち協力できないのかな。何がしたいのかわからない人たちと協力なんてできないよ。今じゃ無駄に世の中を騒がせているだけだし、それに弱い者を助ける怪盗団は仲間を助けてあげないみたいだし。それは私はただお父様に罪を償ってほしい、それからそのきっかけをくれたモナちゃんのお手伝いをしたいだけなの。けれど目的は一緒でしょ。協力した方が。いいえ、モナちゃんと二人で行きます。なかなか痛いとこ疲れたね。何がしたいのかわからないか。協力を取り付けるのは無理そうね。どうするかみんなと相談しよう。モルガナもほっとけないし。ただいま戻りました。あいつらを追い払え。そうだ、最優先で頼む。ようやく政界への足がかりを得たというのにこれだ。何が怪盗だ。マスコミに何か聞かれたか。いえ何も。あの怪盗団がどうかしたんですか。怪盗団とやらの掲示板で私が1位になったそうだよ。報道のせいですか。成功者への妬みだよ。最大限の幸福のために犠牲を払う覚悟もない、そんな俗人どもの遠吠えだ。老いも若きもくだらぬ虚像に喜んで、この国に未来はないよ。いたらどうします。心を盗む怪盗が本当にいたら。まだ私を疑っているのか。いえ。そんなことより彼とはうまくいっているんだろうな。ならいい。あれでも有力議員の息子さんだ。愛想よくしてやってくれ。いずれ今の我が社に、いや私にとって必要不可欠なコネクションになる男だ。精一杯努めます。自分にできること精一杯。それでいい。それでこそ奥村の娘だよ。
Take off.